こんにちは。テレマカシサラバッパギ。マッパギ。今日、昨日と今日でイベント開催してるアジアンサンシンドニーシンドケイ。いや、インドネシアで開催されてるフェスに、はい、昨日僕たち出たんですよ。本日なんとバリスティックボーイズ、そして兄貴が兄貴の出番ですか。ということで僕たち今から応援に行きたいと思います。はい、まあね、後で兄貴にもインタビュー、そうだね、カメラ密着みたいな感じで、はい、していきたいと思いますね。まずは車の中からでした。また会場でお会いしましょう。俺がやる。なんとバリスティックボイスの楽屋に来ちゃいました。兄貴いるんちゃうの。すいません兄貴、おはようございます。おはようございます。おはようございます。あ、皆様なんか僕の密着みたいな僕の密着、兄貴たちのカナブラのチャンネルで、はい、密着みたいですけど、兄貴密着カナチャンネル、はい、CL に、CL に入る、はい、の兄貴のをやらせていただいて、あ、なんかやってたやつか、はい、ついてこないでよ。あ、なんでですか兄貴。密着ですよ。密着です。リュータ君。しかも全然リュータ君。今日はインドネシアでフェスです。はい。昨日僕たち出させていただいて。そうだったよね。はい。で、リュータ君もかっこいい姿見に来ました。はい、今日はやっちゃいますよ。やっちゃいます。いや、マジでやっちゃってください。ね、サップの時に語り合った。あそこに世界がある。ダメ。さあ、どうする。行くしかない。あそこに世界があるんだよ。取りに行きます。俺に行くしかない。ああ、あの夢に向かって世界というものを、はい、投げての一つですか、これが。確かに。あの時、カナブラですか。一応彼も神奈川出身の、そうです。カナブラのチャンネルで今日のが僕の密着みたいな。リュータ君のそうそうチームとかじゃなくて違う、普通にこれ一応、でも僕らやるときはなんちゃってボーイズっていう、はい、なんね、そうです、グループラインもあります。俺はもうカナブラができる前から神奈川の人、一番のカナブラだよ、ね、そう、確かに。昔はね、昔いたんだよ、もっと人が。そうそうそう、で、昔その神奈川の中でもやっぱ強いやつがいっぱいいたんだよ。でも、リュースなんてペイペイだったよな。もうやばかったんだよ、まだは、うん、でも、いろいろとみんなが抜けて、俺、まあ先頭に立つようになって、まあ、後輩ができた。そうなんですか。初代っていう、そこまで話すと長くなるな、ね、そうそう、ね、ちょっとややこしい、ややこしい、歴史があるんだよ、歴史深いな。カナブラの意味っていうのを調べ始めるとちょっと面倒くさい。そうですね、奥深いんで、これはもうちょっと少しずつ、また別のタイミングで、じゃあとりあえず、次は本番、本番じゃあ、アリ姿撮ってみます。はい、はい